あ、どうも高田和也です。今日はですね、視聴者様からのご提案で一宮のパン屋さんを紹介してみてはという、ご提案がありまして、まあ、ちょっと駅の方にね向かっているんですけども、今日はねいい天気ですので電車でね、ちょっとね行ってみたいと思います。駅前のね、名前なんだったっけな、まあ、ちょっと忘れちゃったんですけども、行ってみたいと思いますね。お付き合いください。はい、ということでですね、尾張一宮東口、JR 側を出まして、すぐにありますこちらの建物沿いですね。もともとねこちら駐車場だったところにですね、新しくこのような、おしゃれなですね建物が立ち並んでおります。こちらヨーヨー軒さん、ジンギスカンのお店ですかね、のお隣のこちらのパン屋さん、ミルズさん、視聴者様からご紹介いただきましたパン屋さんです。これから行ってみたいと思いますのでお付き合いください。はい、ということでですね、先ほど言った、ミルズさんですかね、パン買ってきました。揚げたてのカレーパンと、朝ごはん的なハムエッグパンみたいなねやつですね、と朝ビールね、いただきたいと思います。最初にこちらですかね、朝ごはん的な、こいつからいただきたいと思います。普通にうまい、めっちゃ朝ごはん。次はこちらのですね、カレーパン、ちょっと暗くなっちゃった、こちらのカレーパンですね、ちょっとこちらいただきたいと思います。揚げたてなんで熱い。お、外はカリカリ、うまっ、おいしい。あれ、カメがいる、カメさんいるよ。実はですね、もう一本買ってきました。氷もね、
んとゴミは持ち帰りましょう。皆さんもちゃんとゴミは持ち帰ってくださいね。すごいな、このカレーパン激うま。うん、めっちゃでかい肉入ってる。ああ、これはうまいな。肉すごっ、肉がすごい、めちゃくちゃでかい肉入ってた。やばいな、これもう一個買ってくればよかった。いやマジでうまい。これは本当に美味しいです。あ、美味しかった。ということで、今日はこちらのですね、ミルズさんですかね、パンを買いまして、モーニング、モーニング飲みをしてみました。ありがとうございます。なんかいる、なんかでっかいやついる、ペリカンみたいなやついる。何あれ。